今日はスーパーで買ってきたお花でお正月の生き花を作ってみたいと思います。今日のお道具は剣山とかねない方もいらっしゃると思うので100均で揃えられるようなもので、やってみたいと思います。なんでね今日予算的にもねだいぶ安上がり、これは100均にも売ってますね。マス1号マスですね。それにオアシスを入れました。オアシスはもう花屋さんで売ってますね。2、300円ぐらいですかね。切ってお水吸わせてセットするということですね。じゃあお花、これ松、松は売ってました。まあ大体、まあ、4、50センチぐらいに切ればいいかなっていう感じがします。で下のこの葉っぱはもしオアシスに刺す部分があれば取りましょう。でね、松屋に出ますけどね、虫というか松屋には出るけど最後洗いましょう。でまっすぐ立てると、ね、1本はストレートに、もう1本あれば斜めに。でもあんまりこう傾けないことですね。こう傾けちゃうとちょっと散漫な感じになるので、お正月ですしピッと立ってる方がやっぱりかっこいいと。左斜め横あたりがいいです ね。そして何が入ってるんだ。これは菊ですね。スプレー菊2種類なかなかいいですね。あと入ってたのがカーネーション、それとこれがベリカ。まあね本当はもう少し真っ赤な方がいいですけどね、赤い実はね。ピンクもまあ可愛いですね。こんな感じのお花入れてみたいと思います。まあ今ここで左に松が来たので右下あたりね、ここら辺をお花で入れていくっていうイメージですね。まずカーネーション、カーネーション若干ね開いてあげて、うん、いいですね。スプレー菊、これはどうしましょう。ちょっと切り分けることは考えたいですね。ここで1個切りますか。ちなみにスーパーで買うときの花と、はい、花材屋さんで買う花って大きく違うところってあったりするんですか。まあスーパーって大体セット売りしてるので、取り合わせとかあんまり決めれないですよね、自分でね。お花屋さんは1本ずつ売ってくださるのでそこら辺は自由ですよね。なかなか良くない？もうここでちょっと一回正面来ますか。松が入ってカーネーションとスプレー菊、ちょっと小分けにしてね、こんなんだったんですけどね、ここは切って今こっちに下に入れてみました。ここまだねスペースありますよね。スペース空いてるところに他のお花を入れていきたいと思います。これもここで切るといいですね。2つに切り分けるということです。これとこれに分かれました。これはこの間に入れてみましょう。入れてみてどう思うかですね。これは悪くないか。もうちょっとやってみますかね、次のもね。いいですね、見ていいですね。これもなんか悪くない気がしてきました。長さが高さがね並んでるところあんまり良くないなってちょっと思うんですよね。まあでも他ので調整するっていう手はあると。ベリカ、これだけでもボリューム出るといい感じにできますね。ちょっとこれを出す感じでやると良さそうですね。今回一日旬っていうよりお正月向けにじゃないですか。はい。これこうしたらお正月っぽくなるっていう急所っていうかそういうのあったりするんですか。生け方だとなかなか難しいですね。やっぱり花材ですね。松はちょっとマストですよね、やっぱりね。松は必ず入れて、あとは、まあ、いわゆる洋花、ユリでもいいんだけど、ユリでもランでもいいんだけど、やっぱり松が入ってることが多いですよね、お正月感はね。結論だから、ま、松だよりです。菊だったりハボタンだったりね、やっぱその染料だったり何かやっぱ欲しいですよね。一つはね、何かお正月っぽい飾りをぜひって感じですね。これも入れましょう。結構華やかになりましたね、これだけ入るとね。すごいね、でもこんな感じでねできるとね。あとね余ったこの横枝ね、これはゴミじゃないですよ。これは捨てずに入れます。こんな短いのもここに入れる、ね、これもこういうところでね。たまにね松の上を切る人いますけど、ダメ上から切っちゃダメ、下から切って下の葉っぱを取るってのが一応基本ですね。上は切らないとパッツン感が出ちゃうというかね。こう上例えば切ってみますよ。いやこれ
これでいいじゃんって感じなんだけどね、確かにこれは、まあ、僕的にはなし、いいじゃんってなるでしょ、これこれで入れても後ろだったらいいかとかってなるけど、まあ一応これダメ、先端を使いましょうということですね。それとね、今日ちょっとあの最後100均行ったついでにね、ちょっとお正月のも買ってきたので、それも合わせてみたいと思います。お正月のお飾りというか ね、お正月のピック、こういうの売ってますんで、これは僕はセリアって分かりますよダイソーじゃなくて、今回はちょっと三軒茶屋のセリアに行って帰ったやつですけど、100円で、まあここら辺に来るといいじゃないですか。ただこれ足りないんですよ、長さがね、下まで刺しちゃうとここに落ちちゃう。これでどうするかっていうと、これですね、菊の茎、さっきの菊の茎を刺すね。そうするとまあこれで延長されたということですね。これはどこの高さでもいけると、これぐらいかなと。でここに来ましたと。こういうのあるとまあっぽくなるよねってことですね。で最後これキャンドゥキャンドゥに売ってました。来年辰年ですね。ここら辺ここに置いてあげると可愛いでしょ、ね、こんな感じで置いてあげるとよろしいんじゃないでしょうか。お花もスーパーですし、こういうのも全部道具も100均なので、ね、お安く仕上がったかなと思います。まあ、こんな感じでぜひやってみていただければと思います。